検制度では胃の X 線の診断は2枚が原則のはずだ。微妙な粉末岩の毒影などは教授クラスでも見誤ることが多いからね。医者というものは患者にとっては一種の信仰みたいなもんなんだよ。いや、僕は医者はいつでも患者にとって最高の科学者でなければと。メスが立つだけでは教授にはなれんよ。私の結婚はまるで試験管の中の人工培養だわ。ザーゼンさんは次期教授なんでしょ。あんな貧賤下劣なやつと。モロスケちゃん、教授になったらスケだけは取ってあげるわ。はよ教授になってほしいわ。もしあんたが浮気でもしたら絶対承知せえへんで。うちお父さんに言いつけるさかい。ああ、えらい渡したな。いろいろとご心配をかけました。じゃあ全得票が31。いや、東さん、あなたの危険はどうなるんです。決選投票でもやはり野坂教授の3票を入れれば14で、あと2票。ああ、順調なようで大変いいと思います。オペを短時間でやることをいつも自慢しているようだが、我々医学者は100メートル何分で泳いだり走ったりする運動選手じゃないんだ。君はね、せっかく優れた才能を持ってるんじゃないか。もっとクランケのことも考えてもらいたいね。君は試験管や顕微鏡の虫だよ。しかしね、生きてる人間の世の中は、いや、学問だって医学だって生きてるんだよ。あんたはうちの人殺したんや。医師としての良心があるのならどうか真実を述べてください。財前教授には一切の手落ちがなかったと言われるんですね。自ら断層写真だけは撮るべきです。あらゆる検査を行うのが医師の義務であるにもかかわらずそれを怠っている。臨床医としての慎重さが足りない。明らかにこれは誤診であります。